やお、新平ただつ、しめさん、はい、新曲リリースおめでとうございます。はい、まあ、リリース自体は1ヶ月ほど前なんですけど、ビデオができましてですね、このチャンネルにもアップさせていただきまして、1日で1万人とかね、見てくれたり、非常にありがたいなと思ってます。はい、ということなんですけども、他のアーティストさんのね、うん、曲とかを解説してたんですけど、まあ、新平さんの本人の曲の解説って今までしたことなかったなと思いましたので、それをしないでどうすんだっていう話ですよね。そうですね俺の曲のリリック解説知らん、そういう人もいると思う。俺のラップの曲聞いたことね、そんなやつもいると思うんですけど、まあ、曲聞いてほしいのはラッパーじゃないですか。バトル見てもらうのも YouTube 見てもらうのも嬉しいですけど、曲聴いてもらおうと。そもそもこのアライブっていうの、自分にとってはとても大切な曲なので、歌詞のねあれとかだけじゃなくて、どういう風にできてったかっていうお話をできたらなと思います。本人聴いてみて、 PV も見てない人は見てもらえたらなと思います。はい、まあ、このアライブっていう曲、まあ一番の大きなトピックってなると、やっぱこうプロデュースが DJ ホンダだという、いきなり俺の話からじゃないんですけど俺は自分でビートが作れない、ラッパーがいたら8割ぐらい作れないかなと。どういうビートでラップするかっていうのがすごく鍵じゃないですか。俺はラッパーだからそんなこと言いたくないけど、ラップの楽曲を聴いてもらう時の魅力って、トラック、フックで、リリックの順なのかなって思ってるんですよ。でもまずトラックを自分で作れないってことは、自分のこうラップするキャンパスっていうんですか、舞台ですか、それを作ってもらわないといけないわけじゃん。それを DJ ホンダがやってくれたと。で、 DJ ホンダってどういう人なのか、伝説のラッパーとか伝説の DJ とかでもやりたいぐらいなんですけど、端折って言うと日本のヒップホップのオリジネーター、日本にもオリジネーターがいっぱいいるんですけど、どういう点が大きく違ったかっていうと、まあ、1990年代に実際にアメリカで活動していた、ソニーと契約してアメリカに行って、アメリカのラッパー、まあ、例えばファットジョーとかさ、コモンとかさ、クール G ラップとかさ、これはもう大御所中の大御所なんですけど、そういう人たちと曲を作ってアルバムを出して、ガンガンビルボードチャートに届けてた人、世界基準で音楽をやってた人、レジェンド中のレジェンドなんですよ。で、何よりもそのレジェンドだから好きなんじゃなくて、本田さんのスタジオに行くといつもびっくりするんだけど、まあ、未だに毎日曲を作って、毎日スタジオに行って、毎日ひたすら黙々とやり続ける、そういう姿にも俺は本当に心を打たれていて、でなおかつやっぱこう本田さんにしか出せない太さの音を出すじゃないですか。 UMB とかこうバトルビーツとかでしか見たことない人もいっぱいいると思うんだけど、本田さんは常にこう自分のビートをブレイクしてるのね。自分で作った音しかかけてないんで、本田さんが音をかけると知らない曲でも完全にわーって自然となるじゃないですか。それはやっぱ音の迫力とか音に個性が出てるから。そもそもなんでこのアライブっていう曲ができたかっていうと、2022年の1月ぐらいか、動画を休みますっつって、メンタル的にだいぶ苦しくて、で実際2週間ぐらい休んでたんだけど、その時にメールを入れてきてくれた。でもなんとかやってますって言ったら、北海道来い、札幌で自分のスタジオやってて時間空けるから北海道来いと、1週間ぐらいいて曲でも作ろうっつって呼んでくれたんだ。うわ、どうしようかなってすごい悩んでたんだけど、声をかけて誘ってくれるってすごいことじゃん。で、 DJ 田中健さんっていう、まあ、DJ ホンダレコーディングの DJ の人がいて、それは俺も普段仲良くさせてもらっててすごいお世話になってるんで、アライブの歌詞にあるように躁鬱もひどい病気だってこう言われて、薬を飲みまくってみたいな状態だったんだけど、曲作るぞ、お前今どんなこと言いてんだ。でアライブの PV 見てもらったら、ところどころ映ってるんですけど、俺が歌ってるシーンは結構本田さんのスタジオなんですよ。このスタジオと同じぐらいの大きさなんだけど、真っ暗でブレイクビーツを選ん でそこからどんどんと本田さんがトラックにしていってくれるんですけど、このアライブの原型がその時に出来上がって、でそこでリリックを書いてなんとかスピットする。もう本当に本田さんはもうその日にじゃあ作るぞ、スタジオ入ってリリック書いて撮ってみて、それがどうなのか、っこいいか悪いかはまだ自分じゃ分かんないじゃん。ヘロヘロな状態の俺を見ても何も言わずに、じゃあ作ってみるぞっていうところから制作がスタートしたんですよ。タイトルのアライブっていうのはいろんな意味があるんだけど、俺は生還するとか生き残っているとかそういう意味でつけた。アライブなんて言える状態じゃ作った時はなくて、でもそれでも振り絞るようにして出てきたのがこのアライブ、なんとか生還してみせる。その時俺はもう死んだみたいな気持ちになってて、それでももう一回俺は大丈夫だってこう自分に言ってやる、そういう言葉しかどん底にいた時に出てこなくて、そこからタイトルにして、特にこの曲は心象風景というか、その時に思ってることを直接言ってるんで、リリックを聞いてもらえば意味はわかると思うんですけど、
絶対失敗できないしない一度見せりゃやり直しは効かないそれが本当かどうかは知らないが本当なら誰も一歩は引かないまあ絶対失敗できない時代一度ミスりゃやり直しは聞かないそれが本当かどうかは知らないが本当なら誰もヒップホップは聞かない俺にとってヒップホップは失敗とか大変だったことがあった時こそ力になってくれる音楽世界中で支持されてる理由の一つなんじゃないのかなとヒップホップやってりゃ取り返すことは不可能じゃないんじゃないのかなって思ってこの冒頭にしました引きずった顔引きずった過去ミスった後こそリスタートピンチはやり直せるチャンス恥もやじも味に変えるスタンス自分だけじゃないですけどみんな過去を引きずって生きてるそれを無視することはどうしてもできない笑おうとするとこういう顔になるんですよね引きつり笑いみたいなでその顔が引きつっちゃうのがすごい嫌だよミスった後こそリスタートこのライムは結構自分でも気に入ってるんですけどでもまあミスんないと本当にやり直すとか本当に気持ちを入れ替えるってすごく難しいことなんだなっていうのを思って歌詞にしました恥もやじも味に変えるスタンスっていうのはいつも俺はそうなんだけど何かをやれば失敗するし何かをやれば喜んでくれる人もいるし応援してくれる人もいるけどその同じぐらいヘイトする人もいてそれでもやるっていうのが俺のスタンスなのかなっていうのをすごい思っているのでこの曲は終始意気込みなんですけどでそこからまたやるしかね目の前にはリアルしかね分かるよ逃げるのも仕方ねえがまだなりたかねえ行ける屍正気になれまだ正気はある病気はもともとドンギバファ本気になったらどうにかなるこの4小節は結構気に入ってるんですけど屍正気になれまだ正気はある病気はもともとドンギバファ本気になったらどうにかなるはい終始この曲は自分で自分に言い聞かせてるんですけど正気になるっていうことがとにかくあの時自分には一番必要だと思ったでどうにかなるかは分からないけど、まあ、正気になんなきゃ正気もないで病気はもともとドンギバファっていうのはもともときっとアップダウンっていうのは誰にでもあるじゃないですかいろんなことがこう積み重なっていくうちに自分を失っていっていた感覚がしていて周りが見えなくなっていっちゃってどんどん声をかけられたり名前だけ売れちゃった気がして落ち込んだりとかでも本当そうだったのかもしれないなって自分に言い聞かせるじゃないですけどまあそういう流れからまあそううつあだこうだ言うなそんなんでもう今日棒に振んなとかも自分で自分にこう言い訳してたらいつまでも進めないじゃないですか一日を棒に振ってしまって人生を投げてしまったら終わってしまうでしょそういう境遇になることってもしかしたらあるのかもしれないけど人生を投げないで棒に振るんじゃなくて代わりに打席に立ってバットを振ろうで YouTube とかをやってネットで知ってくれる人もたくさんいると思うでこのホームランを打ってネットを超えるっていうのでこのネットを超えてやっぱ生でラップをしてみんなに会いに行きたいなっていう気持ちがあったんですよそのネットから言うのでゲームセットまでタイムアップはね今日の自分が一番若いいろんなところで言われてることだと思うんですよ今の自分が一番若くて過去には戻れなくて今を信じるしかないよそういう目線でここアライブっていう言葉になったでこのビデオを撮ったのが札幌なんですけどバリサンブランドのマサトっていう日本一周してフリースタイルバトルにいろいろ出て初めの一歩っていう UMB を優勝する前にやってた企画があるんですけどそれのカメラマンをずっとマサトがやってくれてて節目節目でいつもマサトはそばにいてくれて支えてくれるビデオかっこいいじゃないですか自分で言うのも変だけどこれは全てマサトのおかげというかでも仲間にも支えられてる部分もあるんだけど2番とかでは一人気になっちゃってた気がしてたんですよ、まあ、そんな気持ちを2番に書いた口だけやろうとラッパーは違う勘違いしないと自分に近いここはもうさっき言ったみたいになんかこう何にもしてないのに YouTube とか昔のバトルとかで見てもらってラッパーって違うじゃないですかそれにしかしがみついてなかったら自分は口だけやろうなっちゃうそういう数年間があったんですよね僕に払拭したいなってずっと思っててやっぱラッパーって口でラップをする人じゃなくて行動する人なんじゃないのかなと思ってるの で勘違いすることによって愛する人の悲しむ顔愛する人をいっぱい傷つけたしたくさんの人を泣かしたでそれを払拭したいから立ち向かおう悲しむかおうと立ち向かおうで韻を踏んでるんですけどその悲しませてしまったんだってもう一度喜ばすことはできないのかなでそこからこう言い訳じゃ変えられないかここで終わりじゃ耐えられないだろう見つめ直せ与えられたも嘆いてるだけじゃ愚かもたくさんなくしたんだけど終わりかもって思ったんだけどでも例えば本田さんだったりマサトだったり YouTube チームのみんなだったり全部をなくしたわけではもちろんなくて支えてくれる人もたくさんいてそういう人たちにも感謝しなきゃいけないそれがこう見つめ直せ与えられたも全部なくしちゃったって言ってるだけじゃ愚かも
そんで終わるわけにはいかないよっていう。で俺にはワンマイ、これはかけがえない、弱い自分と衝突は避けられない、この衝突は避けられないっていうのは証言のリムさんのサンプリングなんですけど、やっぱりこう自分と向き合うことでしかこの局面を打破できないなって思ってました。でそこから一人落ちてる、瞳閉じてる、それじゃ誰も上がらないの知ってる、自分一人で塞ぎ込んで何かをやってても誰も喜んでくれないし、だからこそ、まあ、情けないですよ。俺は自分のしてしまったこととか、その弱い自分とか、ね、すごく情けないなと思ってるんだけど、この姿で生きるしかないから、続けることが俺の生きがいだし、その情けない自分を払拭するにはどの面下げて努力は避けねえって言ってるけど、やっぱり努力した分しか自分を信じられないし、やった分しか自分を信じられないんだよなっていう当たり前のところに行き着いた。それは本田さんの姿とかを見ててすごい思ったし、で本当にごめん、心配かけて、やってみせるこの人生かけて、ここはライムでも何でもないんですけど、これがこの曲の肝かなと。この曲をね聴いて呂布カルマに言われたんだけど、この部分ここ最近のお前が全部出てるじゃねえかと言われたし、本田さんもここを使ってフックを構成してくれてベースを作ってくれた。人生かけてもう一回本気でアライブして勝負しようっていう曲です。で3番、いや前に進む姿勢を取った、人生にないリセットボタン、派手に狂って理性も飛んだ、バックトゥリアリティ、 DJ ホンダ、まあ、これは DJ ホンダでインフみたいなと。でまだ踏んでないのないかなと。でその中で意味を通したいと。で前に進む姿勢を取ったっていうのはどっちにもいけたと思ってて、今ここにこうしてられるのはすごく奇跡的なことだし、すごくみんなに感謝してるんですけど、その姿勢を取ろうって決めれたことが大きな違いだったのかな。で人生にないリセットボタン、リセットボタンがあったら押したいっすよ、もしくはもっと昔に戻りたいな。でもそれは誰にもできることじゃない、振り返ってみてですよね。でそこからバックトゥリアリティ、 DJ ホンダ、現実に戻してくれたのは本田さんのメールだったし、本田さんがスタジオに呼んでくれたから、曲を作ったりラップをするのが俺の今までやってきたことなんだって思い出せたというか。でそこからはまあ選択肢はやるかやらないか、限りある時間胸にカラータイマー、ごちゃごちゃ言われてもやるしかないんだ、リアルを実感して働きな、もうその時は目をそらしたいことしかなかったんですけど、1秒1秒刻一刻時間が過ぎている。このカラータイマーっていうのは知らない人がいたらあれですけど、ウルトラマンの胸に、ウルトラマンは3分しか変身できないんですけど、俺たちも生きてる時間っていうのには限りがあって、誰に何を言われてもその時間は生きなきゃいけないわけで、じゃあどういう気持ちで生きるんだって、自分の置かれてる環境とか受け止めてそれでも働こうと思った。でまあ洗いざらいさらしてサバイブ、苦しい時もまあじゃあさらしてサバイブしていく、何本目のスタートライン、何本目だ掴んだマイク、すごく好きなラインなんですけど、40歳目前にして病気になったりいろんなことがあって、でもこっからまたスタートなんだなっていう、ミスった後こそリスタートじゃないですけど、で何本目だ掴んだマイクっていうの、何本もマイクをね掴んで練習してボロボロにしてきて、スタートラインのたびにマイクを掴んでそれでもスタンドアップしてやってきたんじゃんって、自分をこう鼓舞するようなラインなんですかね。でそこからライムにする希望と理想を見つめていよう、昨日より今日、生きてるんだから取り戻そう、一歩ずつ進む長距離走、アライブ。3番が実は一番素直にその時の感情を歌えているのかも。ぜひ3番まで聴いてほしいんですけど、はい、ということでリリックはざっくり解説するとそういう感じ。ビデオを作るのも音楽を作るのもラッパーは一人じゃできなくて、本当にこの YouTube を更新するのも一人じゃできなくて、曲を作っても聴いてくれる人がいなかったら成立しなくて、いろんなことから孤独で一人になっちゃったなって思ってたんだけど、この曲を出せたことによって一人じゃなかった、身の回りには支えて応援してくれる人っているんだなっていうことが改めて分かる。この曲を出せてやっとなんか少し前に進めたという、ここからまた何かが始まるんだなっていう気持ちになれた大切な曲。はい、ということでアライブという曲出しましたんで、ぜひ聴いてください。命を込めて歌ってるんだけど、でもそれが聞かれるとは限らないし、それが刺さるとは限らないじゃないですか。よかったら聴いてくれたら嬉しいです。そしていろんな活動いつもサポートしてもらって嬉しいです。この曲は自分にとっても本当に大切な曲なんで、できれば一生歌っていきたいな。でこの一連を通して思ったのは、ラッパーとして生きてきたし、ラップが好きでこれからもやっていきたいなっていう、どんなに苦しくてもこれがある人生とない人生だ、俺はある人生を生きたいですよね。うまくいかないこととか苦しみとかもきっと楽しみだし、それが幸せに変わるんじゃないのかなって、ていうかそれがある時点でとても恵まれて幸せなんだなっていう、どん底だと思ってた時にやることあんじゃんって、俺ラップまだやれんじゃんって思えたことが、気づけたことが何よりもありがたかったなと思ってます。はい、ってな感じでちょっと濃ゆくなってしまったかもしれませんが、
これからね自分の曲とかも解説したり、また新しい曲ができたらこういう風にみんなに広めていくっていうことも大切にしていきたいなと思ってます。長々とご視聴ありがとうございました。シンペタでした。ピース。東村山に夕日が沈む、あなたを思い浮かべる、あなたはいつも僕らのこと励ましてくれる。